スピリチュアルをテーマにしたイベントの人気は衰えない、うん、その根底にあるのは霊を信じるが無宗教という日本人のメンタリティだと、はい、2000年代にはスピリチュアルブームが起こります、はい、その象徴的な存在はスピリチュアルカウンセラーの江原氏、はい、これ確かに昔やってましたよね。オーラの泉でしたっけ。やってました。僕は全く見たことなかったですね。ああ、そうですか、うん、なんかインチキ臭くて。三輪さんは本物で、うん、江原さんは見えてないなっていう感覚で見てましたね、うん、っていう時点で十分スピリチュアルですよ。要因は1995年のオウム真理教事件を経て、2000年までは反カルト一色でしたが、2001年からはカルトは叩くがスピリチュアルは持ち上げるメディア環境に転じたと見ることができます、うん、それは矛盾と感じないような霊を信じるが無宗教というメンタリティが定着していると言えますと、うん、まあ、この参政党の話もちょっと出てきて、無宗教の日本人がスピリチュアルにはまる謎、うん、2000年以降の江原ブームは何だったのかということで、うん、はい、一部の宗教が批判にさらされる一方、パワースポットや占い、癒し、スピリチュアルをテーマにしたイベントの人気は衰えない、うん、その根底にあるのは霊を信じるが無宗教という日本人のメンタリティだと、はい、スピリチュアリティ研究が専門の東京大学の堀江、宗正教授に、話を聞いたと、うん、はい、いうことですね。1995年のオウム真理教事件を経て下火になるかと思いきや、2000年代にはテレビ書籍を中心にスピリチュアルブームが起こります、はい、その象徴的な存在はスピリチュアルカウンセラーの江原氏、はい、これ確かに昔やってましたよね。オーラの泉でしたっけ。やってました。なんかやってました、ね、あの三輪さんと、そうですね、あの国分太一さんと、はい、そうですね、なんかやってたようなイメージがありますけど、はい、僕は全く見たことなかったですね。ああ、そうですか、うん、なんかインチキ臭くて僕たまに見てました。本当ですか。はい、いや、あの半分はそういうふうに思ってました。インチキ臭いなっていうのは思ってましたけどね。もう三輪さんは本物で、うん、江原さんは見えてないなっていう感覚で見てましたね、うん、っていう時点で十分スピリチュアルですよ。で、テレビとは異なるメディアを通して、はい、拡散と進化は今も続いてると、うん、いうことですね。現代日本においては霊を信じるが無宗教という層が広まっている可能性があります、はい、江原氏のように宗教と批判的距離を置きながら霊への関心を満たしてくれるようなカリスマ的存在が受け入れられる背景にはこのような宗教意識の土壌があるのです、うん、もう一つの要因はオウム事件以降の特殊なメディア環境ですということですね、はい、うん、2000年までは反カルト一色でしたが、2001年からはカルトは叩くがスピリチュアルは持ち上げるメディア環境に転じたと見ることができます、うん、それは矛盾と感じないような霊を信じるが無宗教というメンタリティが定着していると言えますということですね、うん、これなんか確かにそうだなという気はしますよね、うん、はい、うん、現在は統一教会問題を機に宗教への批判が高まっています。オウム事件後のように数年したらスピリチュアルブームが再燃するのでしょうかという問いに対しては、常にニーズはあると思います。2000年代にテレビで心霊やスピリチュアルが急に復活したのもやはりニーズがあったからです。今はテレビから YouTube などへ媒体がシフトし、江原氏ほどでなくても、捉えにくい形で特定の YouTuber の人気が出ていく可能性がありますということですね、うん、はい、まあ、確かになと、うん、まあ、これなんでそう思うのかというと、はい、やっぱ参政党とか、はい、結構あのスピリチュアル、はい、なので、そうですね、やっぱその辺に引っ張られる人っていうのは常にいるんだろうなと思うんですけど、うん、はい、まあ、この参政党の話もちょっと出てきて、そうですね、出てますね、ちょうど、はい、陰謀論や反ワクチンに関わる主張をする人たち、例えば参政党の支持者とスピリチュアル信奉者は重なりますか。私の調査では一般の人に比べればスピリチュアリティに関心のある層で陰謀論に引きつけられる人が多いのは確かです。ただ参政党などの支持者はスピリチュアリティに関心がある人の中でもごく一部のマイノリティです。スピリチュアリティ関心層は個人主義的で組織的運動を嫌います。参政党は食と健康と環境を守るオーガニック政党という面だけでなく、天皇中心の排外主義という右派の面が強いです。スピリチュアリティには反原発など左派的な面もあり、概して無党派層が多い。陰謀論を唱えるカルトや参政党などに関わりたくないという人は多いと思いますというまとめをしているんですけど、まあだから特殊なスピリチュアリティ層を束ねているのが参政党ということですよね。確かに
右派っぽくないですもんね。スピリチュアルってスピリチュアルなんかあんまりそのつながるイメージが、まあ世田谷自然左翼という言葉がありますけれども、はい、うん、ないんですけどね造語なんですけど、それはまあそうですね食についても排外主義じゃないですか、はい、日本の食べ物を食べましょうみたいな感じで、はい、オーガニックで、うん、無農薬でっていう考え方、だから統制主義なんですよね、はい、そうですね、うん、そうで値段高くなっちゃうんですよ、うん、で高くてもいいじゃないですか、買ってあげましょうっていう感じなんですけど、いやそれじゃ日本の 食料問題は解決するって言いながらそれ解決しないよという方向なんですよね、うん、無農薬で作ったら作れないわけですから、うん、だって実際にその参政党の党員が、うん、無農薬栽培にチャレンジしますっつって勢いよく始めるんですけど、うん、はい、やっぱりできませんでしたみたいな、はい、なんかツイートとかありますからね、はい、その末端党員とかやって確かにね、うん、ちょっと無農薬はちょっと無理っすよ、相当本腰入れてやらないと、うん、逆に収穫高が落ちますからね、うん、だから食料危機を乗り越えるためにやるんだっていうけれども、それをまあやってやりきれるかって言ったらかなり厳しいんじゃないかなというふうには思いますよね、うん、はい、いや、ちょっとおかしなこと言って、うん、専門家からツイートですごく攻撃されてましたもんね、はい、食の専門家から、そうですね、はい、いや無理があるんじゃないかと、そうただインチキ言う人結構いるので、はい、なんか専門家と称して結構インチキ言う人いるので、はい、そういうのに注意しなきゃダメですよね、確かにね、でなんか気持ちいいこと言ってくれるから、うん、はい、なんかその根本的にそういう発想が自分にあるんだったら、うん、まあなんか引きつけられちゃうっていう気持ちもわからんではないというか、はい、やっぱ根底にそのスピリチュアルみたいな発想があると、うん、結構超常現象を信じちゃうわけですよ、はい、うんうん、これでいけるみたいな、科学的じゃないんだけど、はい、そういう人が一定数いるし、うん、まあしょうがないのかなと、はい、うん、一定数は、ただなんかこのメディアの構造っていうのも、うん、カルトは叩くけど、うん、スピリチュアルは持ち上げるって、うん、まあありますよね、まあそうですね、普通に確かにね、うん、だから今その統一教会叩きっていうのが盛んに行われてますけど、うん、まあ、最近ちょっと下火かな、はい、ありましたけど、うん、なんかスピリチュアルはいいのかっていう、スピリチュアルやってる人はピュアでいいみたいな感じじゃないですか、うん、無色透明な感じでっていう感じです、うん、まあ参政党みたいな無色透明どころじゃないですけど、オレンジ色ですそうなんですよなのでまあ日本人っていうのは基本的には日本に生まれた時点で神道なんですよ、はい、神社行くっていうのは基本的にはあって、うん、まあだから正月三が日のうちに、うん、まあ、神社仏閣には行こうというのが基本的にあるんで、はい、アミニズムの、うん、先祖信仰というのがあるっていうのが、まあ基本的なところですからね、うん、それについてはあまり戒律もなくて、うん、自然な、まあ、人類がずっと持ってきた祖先への、まあ、思いっていうのがあるっていうことだけなんですよね、やっぱそういう土壌があるからこそ、うん、まあ、なんかスピリチュアリティに一定程度親和性を持ってる人はうん、いるのかなと、はい、うん、いうのはありますよね、確かに、そうそう、だから日本人全員がスピリチュアルになる可能性はめちゃくちゃあるんですよ、うん、宗教行為かって言ったら宗教行為としては、うん、人口のほとんどが、はい、この三が日に神社仏閣行くっていう国ないですからね、うん、そうですね、超宗教的な国ですよ、うん、スピリチュアルといえばめちゃくちゃスピリチュアルな国ですからね、うん、そうですね、はい、まあ、それで言えばはい、今現代社会でも相当数行きますからね、うん、みんな神社に行きますだって今これだけ神社が維持できてるっていうのが僕はすごいと思いますよ、いやすごいですよ、うん、本当に単純に世界でまあ、アメリカとかでも、はい、教会行かない人もいっぱいいるわけですよ、うん、それに比べ日本人の、うん、まあ、1月には絶対行くでしょ、うん、で12月の、まあ、除夜の鐘月に行くのを、ね、毎回、うん、習慣にしてるって人もいますし、除夜の鐘ついて初詣行くっていうその、うん、31日から1日にかけてビシッとやってるっていう人もいるし、うん、うちのそういうなんか縁起担ぎというか、はい、あ、そう、験担ぎも すごいするし、うん、願掛け、はい、なんか願掛け願い事の人たちもいるしなんかやっぱこの何そう、やっぱ12月31日から1日にかけての、うん、雰囲気がね、そうですね、すごい開けるなっていう、そうそうそう、うん、っていうね、そこをそういう気持ちで
望み新年を望みたいなっていう気持ちなんかもあるわけですから、正直僕は子供の頃初詣って行きたくなかったですね、はい、あそうですか、寒いから、あ寒いっす、あなるほど、地獄のような寒さですよ、もうワクワクしてましたけど、ね、本当ですか、はい、なんかあると、何もないですけど今年こそなんかある、いや今年こそなんかある、ワクワクしながらね、今年はどこどこの神社行くぞとか、うん、どこどこの寺に行くぞとか、まあ、そういうイベントになってましたね、うん、でおしるこ出るかなとか、あなんかあの甘酒かなとか、はい、いろいろそういうイベントとしてね、うん、あの行ってましたけどね、はい、そうなんか北海道だと、うん、並ぶ時間には絶対行きたくないんですよね、あなるほどね、はい、はいはいはい、死にますよ本当に寒いから寒すぎて寒いの確かに嫌なっていうのは分かりますね、うん、そういう時もありますね、だから僕なんかもう3日とかに行って、はい、うん、ちょっとこう空いてきたかなっていう、強っと空いてきた時に行く、うん、あそういう年もあります、うん、はい、僕は混んでる時に行く良さもあるし、うん、空いてる時に行くって手もありますし、やっぱその店に、はい、店もあの出店っていうかね、うん、お店ができてるところで、そうですね、っていうのも、まあ、なんかワクワクする感じは、そう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 、はい、はい、だからその出店あっても、うん、もう小銭出すの嫌なんで、うん、もう早く帰りたいですねワクワクしますけど、はい、もう手を出すだけで寒いので、あんたバチ当たるでみたいな感じいや参拝はしてるからいいかなっていう、あなるほどね、はい、全然ね、はい、気持ちがあれば買わなくてもいいかなっていう、はい、そんな感じですよね、そうですね、はい。